モガディシュの地図モガディシュの戦闘は1993年10月3日、ソマリアの首都モガディシュにおいてアメリカ軍とソマリア民兵との間で発生し、後にアメリカがソマリア内戦介入から撤収するきっかけとなった戦闘である。戦闘の激しかった地域の名を取ってブラックシーの戦いとも呼ばれる。1993年10月3日に、 統合特殊作戦コマンドの実行した作戦であり、ソマリアで行われたもので、第一目標は、ソマリア民兵の将軍であるモハメット・ファンラ・イ・ディードの側近二人を捉えることだった。後にこの出来事は、世界中のメディアによって、モガディシュの戦闘と名付けられた。冷戦の終結と共に始まったソマリア内戦は、泥沼化し、戦争による難民の飢餓が、国際的な課題となった。 国際連合は難民への食料援助を行うため、平和維持活動から平和共生活動による軍事的介入を行った。アイディード派による敵対者たちへの軍事的包囲をやめさせ、飢餓状態を救おうとした。作戦は国連主導のものではなく、米国が単独で行ったものであった。米軍は作戦を30分程度で終わらせる自信が、 あったが、実際には15時間を費やし、2機のヘリコプターを失い、銃撃戦によって19名の米兵を殺害され、ソマリア民兵へ、市民200名以上を殺害した。撃墜された1機目のヘリ、スーパー61の、ウィーゴッタ・ブラック・ホーク・ダウン、ウィーゴッタ・ブラック・ホーク・ダウンという墜落時の行進で、有名である。スーパー61が墜落した第一墜落地点は、 激戦地となった。1999年、マーク・ボーデンにより、ブラック・ホーク・ダウン、エーストーリー・オブ・モダン・オーという本として出版され、2001年には、リドリー・スコット監督により、ブラック・ホーク・ダウンとして映画化された。主にレンジャー部隊とデルタ・ホースからなる、アメリカ特別作戦部隊は、アイディード派の外務大臣、オマール・サラット・エルミンと最高政治顧問。 モハメッド・ハッサンに我を捉えることを目的とした作戦コードアイリーンを発動した。作戦コードアイリーン・ナイト・ストーカーズが航空支援を担当し、以下の機種が投入される。侵入離脱作戦開始後の数分間、4組のチョークからなるレンジャーが作戦対象のビルの四隅に展開し、安全地帯を確保することに成功したものの、 ソマリア人の住民や民兵の手により、ハンビーで構成された、地上部隊が安全地帯にたどり着けないように、岩や火のついたタイヤを用いて、モガディシュの通りにバリケードが作られていた。モガディシュ街路の上空七十フィートでホバリングするヘリコプターから、米軍のレンジャー、およびデルタホースが降下、民兵のリーダーたちを捉えるという任務を順調に達成したが、長時間にわたる、 遅延の間に数分後にはソマリア民兵によってメガヘルツマイナス60ブラックホーク1機が撃墜された。ブラックホークによる九州部隊と車両から展開した地上部隊は互いを視認できないまま20分間ひたすらに戦線を維持していたが何とか接触することに成功する。だがこの直後に2機目のブラックホークが撃墜された。この際、 デルタホースの二人の狙撃員、ランディッシュガーと一等軍曹とゲイリー・ゴードン総長が近づきつつある民兵たちから負傷した、ブラックホークのパイロットを守るために地上に降下した。民兵の規模や攻撃の危険を知りつつ、また統合タスクフォース指令センターからヘリに留まった方が良いと助言されながらも躊躇することなく、 地上に降下したその決断力からベトナム戦争以来の名誉勲章を授与された。しかし、両兵士とも数で勝る民兵たちによって殺害されている。墜落したスーパー64の乗員たち武装したソマリア民兵と武装車両地上部隊はやがて最初の墜落地点に到着した。約90人のレンジャーたちは激しい銃撃によって包囲された。 航空支援が十分に受けられない状況下で次の日の早朝に米軍第10山岳士団やマレーシアとパキスタンの国連部隊が救援に来るまでレンジャーたちは夜通し戦い続けた他の国連部隊による救援の計画や調整は作戦の困難さを考慮しながら行われたため時間がかかった兵士たちの話によると 戦闘が続くにつれて ID ド派の民兵たちは兵士を遮兵するために市民を彼らの前に押し出していた。しかしながら、アメリカ軍兵士が民兵を隠すような市民を何度もためらわずに射殺したため、市民による遮兵は減った。また、少数の米兵を多数で挟み銃撃し、その流れ玉による同士打ちも多数目撃されている。翌10月4日午前6時30分、米軍は、 国連のパキスタンスタジアムに引き上げてきた。米兵18人が死亡、74人が負傷、国連軍病2人が死亡、9人が負傷していた。この戦闘はソマリアの国連活動の中でアメリカ軍が直面した最も激しい市街戦のうちの一つであった。また、この戦いの後、死亡した米兵の遺体が裸にされ、住民に引きずり回されるという悲惨な映像が、 公開され、アメリカのニュース番組で放映された。これに衝撃を受けたアメリカ国民の間で撤退論が高まった。アメリカ世論を背景に、ビル・クリントンは1994年、ソマリアからの撤兵を決定したが、この戦闘が平和維持活動から撤退したことの理由の一つとして挙げられている。また、クリントンはこの作戦の痛手によって、その後は地上軍の派遣を絞り、 ミサイルや航空機によるハイテク戦争への方向を推し進めていく。この作戦の初期の目的は達成されたため、作戦上は成功であったが、当初30分程度で終了する予定の任務が夜をまたいで15時間にも及び、多くの犠牲を出した。ありがとうございます。